皆様、ようこそお越しくださいました。善喜と申します。今回ご紹介させていただきますのは、寿屋さんから発売しております、島田文兼アートワークス2、アルシア、アナザーカラー with FGM-148 タイプ対戦車ミサイルでございます。なんか随分久しぶりな感じになります、寿屋さんのこの島田文兼アートワークスのシリーズ。今回第2弾ということでありますけれども、先ほど申し上げました通り、今回の商品名ですね、ちょっと下見切れちゃってますけども、こちらに、アルシア、アナザーカラーと書かれております。ですので、第1弾のリカラーキットですね、プラス FGM-148 タイプ対戦車ミサイル。まあ、FGM-148 って名前で正しいかどうかあれなんですけれども、パッケージの方にも書いてあります。ここですね。リトルアーモリーの名前があります。このリトルアーモリーの方の対戦車ミサイルが同梱されたキットということになります。ちなみに、第1弾のアルシア、過去に私のチャンネルでもご紹介したことがありますが、現物がこちらですね。まあ、薄い金髪に明るめのフレッシュカラー。で、軍服と言っていいのかどうなのか、えらい露出の高い服装なんですけども、こんなキットとなっておりました。ちなみに、前段のキット、結構塗り足すところが必要でして、この頭部の黄色だったり、あと目立つのはこの腕部のこの赤いラインとかですね、こういったところ塗り足したわけなんですけども、まあ、今回もリカラキットということなので、そういったところを塗り足す必要だと思うんですけども、まあそういったのを含めてご紹介していきたいと思います。で、今ご覧いただいてますが、今回のパッケージの正面ですね、私の大好きな銀髪に褐色肌のエルフ姉ちゃんってとこでしょうか。パステルグリーンが所々使われているので、なんか軍服っていうよりもなんか非常に可愛らしい格好になってますよね。で、箱としましては正面は通常のサイズなんですけども、対戦車ミサイルが付いてるせいなのか、厚みが結構増しております。で、側面の方がこんな感じになっておりまして、塗装済み完成品のフロントとリア。改めてこうやって見てみても、銀髪の髪の毛とか褐色の肌似合ってますよね。で、こちらの方に今回のキットに付いております対戦車ミサイル。かなりごっつい対戦車ミサイルですし、こちらですね、右下に書いてますけども、対戦車ミサイルは前方カバーを取り外して発射可能状態を再現。ミサイル本体も付属。ただ、フライングベースは付属しませんってことなんですけども。まあ、それはいいんですけれども、このミサイル発射している状態ですね。これを今回のキット単独で再現できるかどうかっていうのは、ちょっと作ってみないとわかりません。で、メカ腕、腕服は左右付属しており、両腕メカ腕、両腕副腕にすることが可能という、なかなかカスタマイズがはかどるそうなセットとなっております。で、手前側がこんな感じになっておりまして、反対側がこちら、同梱するフェイスパーツは3種類。通常右向き、正面笑顔、左向き、微笑み顔ということですね。で、水電車デカラーこのぐらい。そんなに多くないですね。で、こちら、マルチカラーキットということで、無塗装パチ組、デカラーすら貼ってない状態はいいんですけれども、まあやはり、このワンブですね、今回のキットで言うと金色なんですけれども、そちらのラインはデカールとか部分塗装で再現されてないので、まあそこだけは塗っておきたいなってところですね。対戦車ミサイルとか、その他諸々、デクサのところがあったら塗装するかなっていうレベルです。で、あとは注意書きとなっております。では、中身の方もご紹介していきたいと思います。で、前もってこちら、箱一回開けてみたんですけども、変わった入り方といいますか、ああ、なるほど、こういうことかっていうような入り方をしておりまして、それがですね、まあ、箱開けますと、こんな真っ白な状態で一緒に何かと思ったんですけども、まずですね、この上のところの小さい箱、この部分ポコッと取りますと、こちらが対戦車ミサイルですね。もう先にこちら、ささっとご紹介しますと、中身、こんな感じになっておりまして、まず紙ルードしまして、こちら。基礎教本、ビギナーズパンフレットなるリトルアーモリーのものが載っておりまして、寿屋さんの美少女プラモデルのシリーズとか、まあ、あとこちらにいろんな銃の種類とか、で、内側の方に、こちらフィグマとか、こちら総裁少女庭園、フレームアームズ、こういったものに戻すことができますよっていう、まあ、チラシですね。で、あとは、キットとしまして、こちらの方が、もう黒とグレーのみですね。こんな感じで。お好きな方は丁寧に綺麗に塗装できると思うんですけども、まあ私もなるべく、なんとなくな雰囲気で塗れればいいかなっていうところですね。で、あと作り方の説明書が、こちら、アルシアアナザーカラー付属の FGM-148 タイプ ATM ガイド。で、中の方にこんな感じに作り方が、たーっと載っております。こちらの方に完成イメージとか、背後の方にパーツリストとか書いてあります。で、メインとも言います。アルシアの方のキットについては、この白いボール紙を取った内側の方に、キットが入っております。まずはこちら。銀髪のトーアスの部分と、このパステルグリーンのカラー再現のパーツですね。カメラ越しに見るよりも肉眼で見ると、そんなにパステル感というか、普通の黄緑色な感じですね。で、こちらの方がグレーのパーツと反対側同じくパステルグリーンのもの。まあ、こういったところの隙間についたスミレスがかっこいいですよね。で、こちらがフレッシュと言いますか、肌の部分ですか。かなり茶色いですよね。パッケージイラストとか塗装済み完成品の写真に比べますとかなり赤みがかかってますけども、まあ、組んだ時どうなるかってのはちょっと気になるところです。で、こちらの方に同じくフレッシュの関節パーツとか、こちらに脚部ですかね、のパーツがあります。で、こちらの方が腰部のスカートパーツであったり尻尾パーツ、反対側に膝の二重関節のパーツとかがあります。
で、こちらが、これは肩とか、そういったところの関節パーツですね。で、こちらの方が、展示ベース。通常の展示ベースはつくんですね。フライングベースはつきませんけども。で、こちらが、ハンドパーツ。で、こちらの方が、フェイスパーツ。やっぱ、赤茶色してますよね。で、部分塗装されたボディのパーツ。で、こちらの方が、白い、ハンドパーツ。で、こちらの方が、ちょこちょことしたいろんな手首ジョイントとか、これポリキャップのパーツとかがありますね。で、この L のパーツについてはこれはクリアなものとなっております。で、最後こちらがデカールシール。火星生物局。まあ原作のことと言いますか、島田文香にアートワークスの中のことよく知らないんですけど、そんなのがあるってこと設定なんですね。きっとこれで以上となります。今ご覧いただいているのはおそらく前段のアルシアとほぼ同じぐらいのパーツの分量というか、キット構成になっていると思います。これに加えまして、対戦車ミサイルのパーツが付きますので、全体としてはなかなか作りごたえのある分量となっております。そしてアルシアアナザーからの作り方の説明書が、こちら。やっぱパーツの成型色に比べるとこちらの方が褐色成分は薄めですね。中の方に参りまして、こちら塗装済み完成品の写真。まあ、この色もなかなか濃いめなんですけども、作った時にどうなるかってのはまた後でご紹介したいと思います。で、注意書きがありまして、その次のページが、パーツリスト。基本的にアルシアとほぼ同じということもありまして、余剰パーツも少ないですし、ここのホワイトとグレーの選択肢のところで余剰パーツが出るぐらい、あとはこんな感じでフェイスパーツとかハンドパーツ、一覧が載っております。で、次のページから作成が始まりまして、まずは頭部の組み立て。まあ、リカラーキットですので、作成の手順については、前段の普通常のアルシアと全く同じだと思います。で、このボディ周りの構造っていうのが個人的な印象なんですけれども、これ前も話したかもしれないんですけれども、フレガのマガ付き以降のボディの構造にすごい似てる気がするんですよね。で、肩を作成して、まずこちら、右メカ腕の組み立て。で、左メカ腕。右腹腕、左腹腕。腹腕っていう日本語あるんですかね。で、次のページで今度は脚部、右足の組み立てがありまして、膝は二重関節ですね。で、同じように左足を組み立てて、で、次のページで今度は、腰部パーツっていうのは尻尾のところとかですね。とかサイドスカート的なもの。で、バックパックの組み立て。で、こう、アルシアの完成の項目で、腕部を作成、ボディに全体を連結して、次のページで、スカートパーツとバックパックを取り付けて完成。展示ベースの作り方と使用方法が書いてあります。で、帽子の取り外しとか、オプションパーツ、マスクパーツの取り付け方。で、次のページで、首パーツの組み替え方。で、ライフルの組み立て。まあ、このライフルとか、次のこの刀ですね。これについても通常のアルシアに同梱されてたものです。まあ、カラーが違うこれですね。で、次のページで、対戦車ミサイルの持たせ方とかが載っておりまして、やっぱりこの発射体系を再現するには、ニューフライングベースが必須みたいな、そんな絵面になってますよね。で、次のページが、ギミック、角のこととかジョイントのこと、そういったこと書いてあって、次のページがカラー&デカールガイド。まあ、今回もこの肩のゴールドは塗るとして、あとはちょこちょこと全体的にスメールを施しながら、なんと言いましてもこの対戦車ミサイルですよね。黒とグレーだけの成型色だったので、ここまで私の場合綺麗に塗ることは 100% 不可能なんですけれども、まあ、なんとなくこれっぽい感じで塗った状態でご紹介できればなというふうに、そんなふうに思っております。説明書以上、こんな感じですね。では、早速作成して、完成品の状態ご覧いただきたいと思います。何パターンかご覧いただきましたが、いかがでしたでしょうか。では、ここからキットの方をご紹介してまいります。で、今回のキットなんですけれども、コトブキアさんのアルシアとトミーテックさんの対戦車ミサイルがセットになった商品となっておりますので、先にトミーテックさんの対戦車ミサイルの方からご紹介していきたいと思います。で、私自身、こういった近代兵器に全く知識がないものですから、
中途半端な塗装とかしてしまって非常に見苦しくなってますけども、その点はご容赦ください。まずこちらの方がミサイル本体ってとこですかね。でこれもこのゴールドとかシルバー、なんとなく潜在画像といいますか、塗装済み完成品真似したんですけども、どうせ塗るならこっちも塗るよって言われそうな気がするんですけども、まあなんとなく手持ちのマーカーで塗りやすいところだけちょっと塗ってあります。ただこうやって改めて見てみますと、この各ウィングというか羽のところですね、ちゃんとここから展開してきたっていうような、そういった溝のところも綺麗に再現されてて、おそらくかなり細かく再現されてるんじゃないでしょうか。でこのお尻のここの部分ですね、今これメカメカしいものになってますけども、これ以外にもう一個こういったパーツが付属しておりまして、こちら真ん中に 3mm の直穴が入っております。これを使用することによって、このミサイルを発射した状態、そちらを再現することができるようになっております。で次にこちらがまあメインと言います本体ですかね。よくわかんないんですけども、説明書の方で言いますと、これが発射塔で、でここの部分が指令装置っていうことみたいです。先ほどもここの部分で分離して、ここの部分の取っ手とこちらですね、手に持たすようなフックが付いておりますので、これで両手に持たして携行しているような状態、ターンテーブルで再現してみました。でこちらの部分をこんな風にくっつけて、でここの部分で両手で持って、ここの部分の照準から覗いて撃つって感じですね。前の方に可動がありまして、ここの部分、このイカと言いますか、火星人っぽいイラスト、最近はあんまりそんな話は出ないんですけども、昔々は火星人といえばこんなデザインでした。でこの部分開閉することができます。でここの側面の部分のこのデカールですね、火星生物局、詳しいこのアルシアの設定存じ上げないんですけれども、なんかこんなの見ますと、このアルシアってこういわゆる特別公務員なんですかね、そんな気がしております。でこの本体の方につきましては、ここの部分ですね、分かりにくいかもしれませんけども、ここを黒く塗っただけで、あとは成形色プラス付属されたデカール貼っただけとなっております。本当はもっと塗るべきところあった気もするんですけれども、ただまあ塗らなかったとしてもリリーフも細かいですし、こういったところのこの細かい文字とかのこのデカールですね、これがありましたので、普通に組んでデカール貼るだけでもかなり見栄えのいい対戦車ミサイルになっていると思います。他のキット持たせてもいい感じですよね。ではここからアルシアアナザーカラーの方をご紹介していきたいと思います。で今本体の方、メカ腕と副腕両方ご紹介したかったので、向かって左側、こちらの右腕の方をメカ腕、向かって右が左腕の方を今副腕にしてあります。で前段のアルシアご紹介した時も話したんですけども、このキットっていうのはデカールが結構少なめで、パッケージイラストに仕上げるためには結構な塗り足しが必要なんですよね。で私今回下手くそなりに可能な限りちょこちょこと塗装してありますので、どこをどんな風に塗ったのかっていうのはそれぞれ該当するところでご紹介したいと思います。ではまず付属品や交換パーツの方からご紹介していきます。まず左横の方、こちら専用の展示ベースですね。これは前段のアルシアと全く同じ形状をしております。この根元の部分と先端の部分がボールジョイントで、この真ん中のところでこんな感じに軸の高さを変えることができます。でさらに先端の軸のところ、ここにボールジョイントに加えて、この上下の軸の可動もあります。今回のアルシア、後でご紹介しますけども、腰部についてますバックパック的なもの、側面と下が2箇所にピン穴がありますので、そのいずれの方でも支えることができるように先端に稼働する軸がついております。パッと見ごちゃっとした印象はあるんですけれども、非常に汎用性の高い展示ベースだと思います。続きましてフェイスパーツ。今本体につけてありますのが正面向きの笑顔のもの、それ以外に2種類。まずこちらが左向きの微笑み顔で、こちらが右向きの通常顔になります。まあ、この歯が見えてるので、微笑みっていうよりももっと明るく笑ってる感じがしますけれども、よく見ますと頬のところのこのチークのところとか真ん中も白いホワイトがポチッと入ってて、健康的な表情をきれいに再現されてると思います。フェイスパーツは合計3種類が付属します。次にマスクパーツですね。こちらが、まあ、通常のマスクってとこでしょうか。前髪パーツを外した後で、今あるフェイスパーツのままでこれを取り付けることができるマスクパーツとなっております。先ほどもちらっとご覧いただきました。火星生物局がどういう仕事か知らないですけども、こんなものが必要となるそんな設定だと思います。でもう一個あります。こちらが、これマスクではなくって首元のここのあたりのパーツですね、を交換するガスマスク的なものになります。今回実際つけた状態ご覧いただかなかったんですけれども、こちら黒いところは私の方でスミルとかポチポチと適当に塗ったものになります。まあ個人的にはこれつけてもいいとは思うんですけれども、結構顔周りがこれでごちゃっとしてしまうので、可愛いお顔をよく見るためにも個人的にはあまり使用頻度の高いパーツじゃないかななんて勝手に思っております。続きましてハンドパーツ。今本体ですとか下に置いております右の副腕と左のメカ腕についておりますのが指の揃った開き手、それ以外それぞれ4種類ずつ、形状としてはおなじみのものですね。左の方から開き手、握り手、武器持ち手、人差し指の伸びた武器持ち手、上側の白いものが副腕のもの、下側のグレーのものがメカ腕のものとなります。もうご覧いただいて分かります通り、色だけではなくってメカ腕の方が甲のところがメカメカしい角張った形状をしております。それぞれ金色のポッチがありますけれども、これは私の方で塗装したものになります。マーカーでポチポチやっただけなんですけども、やるとやらないで結構違いますよね。ハンドパーツは合計それぞれ5種類ずつ付属します。でそれぞれ右副腕と左メカ腕、まあこれは本体の方にそれぞれ反対側がついてますので、ちゃんと両方ありますよってご紹介に留めておきます。次に武器類ですけれども、こちらがまずライフルですね。
かなり四角い形状してますけれども、これも前段の無印アルシアについてたものと全く同じです。私のところで塗装したのはこのグリップ周りとこの先端の照準器みたいなところ、あとこのようなギザギザのパーツですね、とこの肩に当てるこの黒いところを塗装して、あとは墨色しました。これはこの形状だけではなくて、ここの部分でここの部分を外して、こちらのより長いものに付け替えることもできるようになっております。一般的にこういったライフルって言いますと、もっと鋭い形状のものが多いんですけれども、こういった角張った形状のものも異彩を放ってて、個人的には好きなデザインだったりします。で、次にこちらが剣ですね。このグリップ部分と、あと刀身をシルバーで塗装したのと、あとはちょこちょこと墨色しただけとなっております。で、ここについてます黒いパーツは、腰部のサイドスカートをマウントするためのジョイントパーツで、これについては着脱可能となっております。こういった刀のもののパーツっていうのは結構他のキットも付属しますけども、やはりこの、ノートを抜刀できるっていうのは嬉しいですよね。で、刀身については、通常のシルバーだったのでそんなキラッとはしてませんけども、まあ、このぐらいで十分かなって気がしております。で、ただ、ノートをする際に結構内側で擦れるので、私の場合、この刀身部分を結構安すって細身にしてから塗装してあります。こんな剣を持つとなると、火星生物局でどんな仕事なんだろうっていうふうに、ちょっと想像してしまいます。ではアルシアアナザーカラー本体ですけれども、まあ、同じ寿屋さんのキットとはいえ、一応大きさの比較をしてみたいと思います。メガビデバイス初期の素体とフレームアームズガールアーキテクト両側並べますとこんな感じとなっておりまして、まあ、特に何っていうブランドは明確になってないんですけども、イメージとしてはほぼフレガサイズってとこですね。で、せっかくなので前段の無印のアルシア、ここに一緒に並べてみますとこんな感じになっておりまして、アナザーカラーというだけのことはあって、無印のものと比べますと全体的に全然カラーリング違いますよね。では改めてアルシアアナザーカラーの方をご紹介していくんですけれども、まずはこのままの状態でこの肌の部分のカラー全然違いますよね。ちなみにイメージイラストといいますか、トリセツとかパッケージのイラストですねの方がこういったデザインとなっておりまして、確かに無印に比べると褐色肌だというよりは褐色肌なんですけども、今回のキット相当違ってますよね。ちなみに説明書の中の完成品の写真がこちらなんですけれども、まあ、これと比べても相当赤茶色の肌になっているのがお分かりいただけると思います。一部ショッピングサイトさんのレビューによりますと、このカラーについて結構否定的な意見がありまして、まあ、私も初めてこのキットを見た時にはそういった意見もまあ分からなくはないかなって感じでしたね。では改めましてアルシアアナザーカラー近くの方でご覧いただきますとこんな感じになっておりまして、まあ、可愛いですし、プロポーションとか細かいデザインは全て無印のものと全く同じ完全なリカラキットですね。では上の方から順に私が色を入れたところを含めてざっとご紹介していきたいと思います。まず頭部お顔はこんな感じになっておりまして、まあ可愛いことには問題ないんですけども、やはりもうちょっと柔らかめの肌の色の方が良かったかなっていうふうにやっぱり思ってしまいます。で、私の方で塗装したのがこの頭頂部のこの帽子みたいなところの黒いところと真ん中のゴールドのエンブレム、この猫耳っぽいところの真ん中のゴールドですね、あとはこの側面のゴールドの部分で、可動につきましてはまずこの頭髪の後ろの部分、接続が可動軸になってまして、こんな風に前後に可動したり向き変えて横方向に可動させることもできます。で、頭部につきましては頭部側がボールジョイントで、首の付け根がボールジョイントで、首の付け根のボールジョイントが刺さっている軸に前後可動があります。それらを利用して前、まあ顎が当たってしまいますので前にあんまり行かないですし、後ろについても髪の毛そんなに大きく後ろにこうどかせるわけではないので、後ろについてはこのぐらい、まあ後ろの方はまあまあ十分じゃないでしょうか。で、ちょっとこのままなんですけども、この首丸ですね、この襟の部分のオレンジとここの何っていうんですかね、この首元にあるこのパーツの上のグレーの部分、これが私の方で塗装した箇所になります。で、肩腕周り、肩についてはボールジョイント、特に受け側の方に可動はなくてこのまま普通にグリグリグリ動く感じですね。で、腕部についてはこのオレンジのラインと、分かりにくいんですけどこの黒いライン、ここ塗装したところになります。水平方向にグイッと、まあ水平よりちょっと上に上がるぐらいで、この黒いラインのところにロールがありまして、肘についた関節1個なんですけれども、グイッと大きく、まあ、90度ちょいまで曲げることができます。で、手首おなじみ可動軸ジョイントぐるぐる回りますし、角度も引っかけることができます。で、反対側のこのメカ腕ですね、これもデザインかなりごちゃっとしてますけれども、可動の角度についてはほぼ服腕とそんな変わらないぐらい、むしろメカ腕の方が曲がるぐらいですね。で、この黄色のポチポチのところ、これも私が塗装した箇所になります。で、次に胴体胸周りで、こちらで言いますと、この側面の火、まあこれ火星生物局の火ですね。で、あとはこの側面のこのベルトの部分ですね、グレーとオレンジで、この留め具のオレンジのところですね、こういったところを塗装してあります。まあさすがにこういったところは小さいですし、デカールもつかなかったんだろうと思うんですけども、意外とここ目立つところなので、さすがに塗装済み完成品のようにうまくは塗装できませんでしたけども、個人的にはこんな感じで塗っておいて正解だったなと思っております。で、この火っていうのところ真ん中のこのエンブレム、これがデカールです。で、可動につきましては腹部側の方に前後左右の可動があって、胸部とはボールジョイント、言ってしまえば女神デバイスと同じ構造ですね。それを利用して胸部のところで前とか後ろ、これの可動は非常に大きいです。で、左右に傾けたり、
体をねじることも可能となっております。で、次にこの養分についてのそのバックパックといいますか、サイドスカート的なもの、これについても墨入れをしたのと、この前の部分のこの V の字みたいなところを塗装しました。で、この状態だと分かりにくいと思うんですけども、このスカート部分の下のこの黒い部分、これはクリアパーツです。で、腰部にこんなバックパック的なものがあって、これそのものを外すこともできますし、サイドスカート部分についても何箇所か可動がありますので、こんな風に外側にスカートを展開させることもできまして、このコンテナ部分についてはここの部分だけ独立してこんな感じに外すこともできるようになっております。で、その下についてます、まあ猫尻尾ってとこでしょうか、根元が軸でぐる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 向きを変えることができるようになっております。で、このコンテナ部分の側面と下側2箇所にピン穴があります。で、次に股関節、足回り、股関節につきましては左右それぞれ独立して高さを変えることができるようになっておりまして、これがまあ両方押し込んだ状態、向かって右が左下だけ下げますと、こんな感じで下げることができまして、結構クリアランス大きいので、この状態で前90度ぐらいですね。で、後ろも、まあ、後ろの出っ張りがそんなに大きくないので、まあまあ下げることもできますし、横方向についてはこんな感じでかなり大きく稼働させることができます。で、太ももの接続は先端がボールジョイント、太ももが抜けに稼働があります。で、次に脚部については、この色の変わっているところ、ここにロールがありまして、膝については二重関節、ぐいっと曲げれば、かなり大きく正座できるぐらいまで曲げることができます。脚部については、この上の黒いラインと、ここのマークのところですね、ここを墨入れしました。で、最後、足首。ここについても、まあ、靴結構目立つところだったので、ちまちまと塗装したわけなんですけれども、このシルバーのところですとか、側面の黒いベルト、あとここの黒い部分、ここを塗装しました。で、可動については、ここの部分で、後ろとか、前。結構前側の可動が大きいですね。で、さらに、つま先に、ドブルした可動もあります。まあ、作ってみた感想としましては、構造そのものは、無印アルシアと全く同じなので、特に作る過程において、苦労するところは、かなり少なかったんですけれども、やはり何と言いましても、もともとこういった、プラキットを作る前提のデザインではないような気もするので、言っても、島田文兼さんのような画集の中のキャラクターなんですよね、きっと。っていうこともあって、かなり細かいところまで丁寧なデザインをされていたものを、いざプラキット化するとなると、やはりどうしても細かいところはデカールで賄いきれずに塗装しなくちゃいけないんだろうなっていうふうには思うんですけども、まあそれは仕方がないところですね。あとやはり気になるといえば、やはりこの肌のカラーリングですかね。ただ今こうやって単体で見る分には、かなり褐色の強めな肌の色をしている。見ようによってはファンタジーゲームとかに出てくるダークエルフ、そんなイメージじゃないですかね。どうしても既存の無印アルシアとか、他の美少女プラモデルと比べてしまうと、かなりこう赤茶色といいますか、言い方悪いんですけれども、レンガのようなカラーをしてます。ただそれは比較するとその辺がどうしても際立ってしまうというだけであって、このアナザーカラー単体で見る分には、個人的にはこのカラーリングそんなに悪いと思いませんし、そういった中でも、このパステルグリーンのカラーですかね、結構目を引きますし、こういったカラーバリエーションのキットがあっても、まあそれはそれで悪くないかなっていう気はします。トミーテックさんの対戦車ミサイルも同梱されておりますので、単純に女の子キットのみで楽しむだけじゃなくって、そういった結構ごつい武装を装着させて、もしかしたらウェザリングとかしたらかなり見栄えのいいキットになるんじゃないかななんて思います。島田文兼アートワークス2アルシアアナザーカラー with FGM-148 タイプ対戦車ミサイルはこんな感じでした。といった感じでご紹介してまいりましたアルシアアナザーイカ略、いかがでしたでしょうか。正直最初に購入してキットのパーツを見た時に、この肌の部分の成型色ですね、かなりびっくりしたっていうのが正直な感想です。ただ先ほども少しお話ししたように、このアナザーカラー単体で見る分にはそれほどぶっ飛んだカラーリングではないのかなっていう気はします。頭髪のカラーであったり、この差し色のパステルグリーンと比べてみても非常にカラーリングが映えますので、無印のアルシアと比べてみた時もエルフとダークエルフ、そのぐらいのカラーの違いがありますので、意外とこれはこれでコントラストがはっきりしていて見栄えもいいんじゃないかななんていうふうには思っております。ただまあ今この撮影環境でも結構強めの照明を当てているものですから、褐色肌程度に見えるかもしれませんが、実際は本当にレンガみたいな色しておりますので、その点においては結構人を選ぶカラーリングかもしれません。ただその一方で、今回は FGM-148 タイプ対戦車ミサイルというトミーテックさんのキットも同梱されているものですから、先ほどちらっとご覧いただいたように、それを手で持って歩いていたり構えてミサイルを発射している状態、このキット単体での遊び応えであったり見栄えっていうのは非常に高かったんじゃないでしょうか。で、今回のこのキット、発売から日はちょっと経っちゃってますけれども、現時点でもいくつかのショッピングサイトさんの方でそこそこディスカウントされた価格でまだ市場の方に在庫があるようです。美少女キットがお好きな方、島田文兼さんのイラストが大好きな方、店頭やネットでお見かけの際にぜひご購入されてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録合わせまして、私の他の動画の方もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。